覧の皆さん、こんにちは。ただいま DJ ピラミッド6月22日幕張メッセ大会レッスルプリンセス5のタイトルマッチ調印式記者会見を行います。本日司会を務めさせていただきます宇永です。よろしくお願いいたします。まずはプリンセスタッグ選手権チャンピオンチームスズメ遠藤アリス組対チャレンジャーチーム山下美優伊藤真希組、こちらのタイトルマッチの調印式を行います。調印式にサインをお願いいたします。それではこちらにサインが入りました。それではコメントをいただきたいと思います。まずはチャレンジャーチームからコメントをお願いいたします。はい、昨日帰国してきました。世界一可愛いのは伊藤ちゃん。はい、ありがとうございます。伊藤真希です。はい、怪我したり、デジモンがワンメリを倒すところを見たい
いみたいな感じになってるのも、もう重々承知してるんですけど、もうそんなことは知るかと、そんなことを構ってられるかと、もう伊藤たちが絶対にこのベルトを取って、この東京都市のタックベルト戦線をもっともっと面白くしていく、そして、まあ、前回タック王者として果たせなかったことをもう全部回収して全てをものにしていく、そんな気持ちです。ご清聴ありがとうございました。はい、東京都市プロレスワントミディアの山下美優です。去年の3月、本当に私たちは一瞬でこの今目の前にあるタッグを失いました。私はあの時のことをずっと忘れてないし、あの時から私たちの時間は止まってます。伊藤、止まってるんだよ。はい、わかる。え、あの時悔しかったでしょ。悔しかった、すごい。あの瞬間から止まってんだよ、私たちの時間は。さ、だからね、
2人はめちゃめちゃ余裕だって思ってるかもしれない。でも絶対に余裕だなんて思わせない。私たちはこのベルトを守ります。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問の方は挙手をお願いいたします。よろしくお願いします。純粋な仲間としてはおそらくまだ戦ったことはないと思うんですけども、まあ、お互いのチームについてどんなご意見を持っているかを聞かせていただきたいと思います。ネジモに関してはもうずっと本当に強く感じてましたし、それに関しては私たちがこのベルトを手にした時からまあ、いろんな計画をしてたんですけど、その中の一つに去年からもうデジモンの勢いを感じていたので、私たちが指名したいタッグの二人としてもうあの時から私たちの中には入ってました。まあ、回り回ってこういうふうに戦うことが決まって、まあ、ワクワクしてますし、うん、まあ、2人はね、余裕だろう、思ってるだろうって言うけど、私たちに余裕なんてありませんよ。だからこそ、ガンガン攻めていくし、倒しに行きます。2人も言ってますけど、私たちもあなたたちを倒す自信がある。そこで、私たちは今、あなたのたちの目の前に立ってる、それだけです。以上。ありがとうございます。それでは、チャンピオンチーム、お願いします。はい、お二人の強さっていうのはもう誰もが見てわかるものだと思うんですけど、そうですね、ちょっと話がそれるんですけど、私たちが初めてアメリカに行った時、こんなに世界中に東京女子を大好きな人がいるんだって感動したんですよ。それ活躍されてるお二人とか先輩方がいるからこうやって世界中に広まってるんだなって思ったんです。でそういう部分も本当にすごくすごく尊敬していて、私たちも東京女子を広めていく存在になりたいので、だからその全世界への影響力っていう部分は強さ以上にものすごい印象を持っています。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。リコード選手に質問ですけれども、来日前に海外で試合されてたみたいなんですけれども、まあ、あれだけ今の怪我の状態っていうのはどういう感じでしょうか。はい、正直 100% 戻ったわけではないですけど、まあ本当にアメリカのスケジュールが地獄だったんですよ。でも乗り越えたんで、まあ全然大丈夫だと思います。はい、はい、よろしくお願いします。山下選手の犠牲ですけども、はい、一番最初の伊藤選手の感じでないように結構こうメンタル的にも崩壊していた時期があるということで、そういった時期に山下さんが何かこう伊藤選手に対応、個人的にそう選ぶ、ないですね。あそこは伊藤を信じてたというか、まあ、しないやったよ。伊藤が苦しんだの絶対しないやったよ。いや、してるよ。だからしてるよ、しないって絶対しないって。いや、してるよ、してるから、その助言はしたんですよ、ね、折れてるからってことで、骨をするでしょということで、行こうと帰らせないっていうのは言いました。これすごく大事です。個人的には連絡くれませんよ。コロナってないじゃん、だって。私、あなた調子悪いから連絡くれた。お互いくれてないよ、それに関しては。あ、俺の方よ、それに関しては。あ、いい子を助言してたから、こっちは。私の方よ。以上。ありがとうございます。
業の授業を受けしたいんですけども、まあ、先ほど、チャレンジャーの方では、まあ、10回防衛するというね、まあ、具体的な目標をしたと思うんですけども、このチャンピオンとして防衛していく中で、こう何か具体的な目標というのは何か今あるんでしょうか。はい、そうですね。私たちはやっぱり全国、そして全世界、国に持っていく、それが目標です。はい、ありがとうございました。でそれではともちまして水坂選手へのご意思を終了させていただきます。よろしくありがとうございました。それでは続きまして、プリンスホログミセス選手権、チャンピオン渡辺エリー対チャレンジャー水上美和のタイトルマッチ調印式を行います。まずは両選手にサインを頂戴いたします。水波さんが今回、チャレンジャー
私がチャンピオン迎え撃つという立場です。なのでここからもっともっと応援を重ねていろんなことを叶えていきたいし、もっともっと東京女子プロレスを引っ張っていきたいと思います。必ず応援します。ありがとうございました。それでは次の動画に移ります。その中から記者をお願いいたします。はい、お願いいたします。チャンピオンのお話しするんですけれども、まだトーナメントを制覇された水上選手もまだトーナメントでの戦いが見れたと思うんですけれども、見てて、こういかがでしたか？そうですね、やっぱりその2年前に初めて会場に、東京女子の会場に入ってきた時に、私リンク内に先に入場してたのでいたんですけど、もうその入ってきた途端ファンの方も兄貴色一色になってたんですよ。それをこの2年間たくさん東京女子にも出ていただいて、もう気がつけばみんな東京女子のみんなの兄貴だし、会場一体がそのトーナメントももう何だろう、所属の選手じゃないとかそういうの関係なしにみんなが応援してて、当たり前に水波さんがトーナメントに出てきているっていう、その強さ、試合内容の強さはもちろん、やっぱ会場の雰囲気とかもこのトーナメント本当ずっと勝ってきて優勝してきておかしくないなっていうのを、強さだけでなくいろんな面から感じていました。水波選手の質問なんですけども、今回はこの試合を果たす挑戦ということで、ベルトを取ったらしたいことですかね。自分はフリーで撮影させてもらってますが、東京女子のことは大好きなんですね。なので私がベルトを取ったら東京女子の人全員と一人一人防衛戦やりたいですね。それでさらに熱く燃え上がらせて、もっと上に東京女子を自分は先頭で引っ張っていきたいなと思います。ありがとうございます。これはお二人への質問ですけれども、今回前哨戦などは一切なく、直近で会っていない状態ではあるんですけれども、個人的に前哨戦をしたかったというか、逆に何だったかを選ばれたりなど、そのあたりいかがですか？前哨戦がなかった、ない方が良かったです、自分は。なんなら、その前哨戦があると自分の今の状況とか段階とかが戦うとバレちゃうと思ってるんで、だから私はなくてよくて、いきなり9月22日で対戦がすごくベストな状態だなと思います。私はすごい準備したりとか、なんか練習したりとか、そういうのがあった方が心にも体にも余裕が出る派なので、正直前哨戦したかったです。はい、今のこの夏の水波さんの勢いを肌で体感したかったとかももちろんあるんですけど、それも一つ自分にとっての試練だなって思っているので、それが逆にここで勝ったらかなり自信がつくなと思っています。ありがとうございます。それでは以上で質問を終了させていただきます。プリンセス選手権試合ご視聴ありがとうございました。続きまして、週末ガーフ会長代ガーフ、こちらの社会を行います。どうぞよろしくお願いいたします。それではこちらのシングルマッチについて、ガーフ選手コメントをお願いいたします。まあ、トリプルシックスラブだけど、おい、こうだ、お前さっきまで寝てただろ。しかもさ、何やってんの、なんでさ、ラクちゃんと私をシングルマッチさせるわけ。全然センスないよね。しかも、さっきまでお前寝てただろ。なあ、ラクちゃん、いいじゃないですか。え、
私トリプルシックスのラブの会長です。え、まあよくよく考えたら二人きりになるって今回は初めて。はい、あ、ちょっと楽しみになってきちゃったかもしれない。え、じゃあ二人きり、あ、ではちょっと気合い入れてね、この幕張メッセ臨みたいと思います。あ、めっちゃ楽しみだな。はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて荒木選手、コメントお願いいたします。はい、荒木です。幕張ではナムさんを行かせたいと思います。ちょっと待って、あ、一緒にじゃなくて、あ、一緒に寝ます。あ、そうだよね、私だけ寝るとかないんで。はい、一緒に寝ます。一緒にね、あの、瓶が温かいのですごいお昼寝に大変です。はい、眠くなりますね。あ、眠くなるよね。うん、楽しみ。お待たせ、デートだね。デートです。ありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。質問がある方、挙手をお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。お二人にお聞きしたいんですけども、幕張で、デートをされるということで、一応試合ではあるんですけども、勝敗とかその辺あたりは、デートではいかがですか？それでは、残念ですが、お願いします。じゃあ、逆に質問させていただきます。あなたにとってデートの勝敗は何ですか？ちょっとわからないです。はい、そういう質問は入れていただいて、はい、ね、そうですね、私にとっては勝敗はダンさんにずっと好きでいてもらうことなので、ダンさんを家の中に連れて行きたいと思います。かわいい、すごい、ちょっと今照れちゃった。楽しみ。100点満点ですよ、これ。これぐらい、そのあなたも帰ってくるなって自分の記者ですよ。もらいましたか？ありがとうございます。マグロにデートというのはあったんですけど、逆に僕は行きたい場所とかもありますか？マグロ周辺とか。マグロって公園ありますよね。マグロ公園、嘘、あ、何いいです。もう私たちはどこにいてもデートになるんで、そういう場所とか関係ないんですよ。リングだってデートになりますし、回転スペースだってデートになります。どこでもデートになるんでね。はい、楽しいだね。楽しみです。どういうデートプランを立てますか？デートプラン、はい、なので、ね、もうデートプランなんか、デートプランある？プランは効率を楽しみなので、言ったら面白くないじゃないですか。すごい、やっぱロマンチックですね。プロレス関係者の皆さん、全然ロマンチックさが足りないです。全然ダメです、そんなんじゃ。はい、ラッチャンを狙っていただいてお願いします。